松井一郎は、日本の政治家。大阪市長、日本維新の会代表。大阪府知事、大阪維新の会幹事長、同代表、日本維新の会幹事長、維新の党幹事長、同顧問、大阪府議会議員などを歴任した。住之江協定上の証明、電気設備関係の工事、補修を一手に受け負う、株式会社大通の元代表取締役。父は、 大阪府議会議長を務めた松井義夫。大阪府八尾市で幼少期を過ごす。高校2年の時に大阪工業大学高等学校を大学となり、笹川良一が関係する福岡工業大学附属高等学校に編入。松井は自身の大学について今の時代ならあかんけど、まあ、喧嘩とかもあってね。学校同士の揉め事に首を突っ込んで、 自分が当事者になってしもうたと述べていた。1986年3月に福岡工業大学工学部電気工学科卒業。関西電力グループの勤電勤務を経て25歳の時に父で大阪府議会議員だった松井義雄の経営していた電気工事会社の経営を引き継ぐ。2003年4月13日実施の 第15回統一地方選挙において、大阪府議会議員選挙に、八王子選挙区から、自由民主党の公認を得て、立候補し、初当選。以来当選3回。2004年大阪府知事選挙では、自民党が応援する当時の現職、大田夫妻ではなく、民主党を離脱したばかりの江本武則サイドで、選挙運動を展開した。自民党では、 大阪府議団の政調会長まで務めたが、WTC 不調移転問題を機に、考えの相違の理由で新会派、自由民主党、維新の会を結成。2010年に、橋本徹大阪府知事が代表を務める、地域政党大阪維新の会に参加して、幹事長に就任。2011年10月22日の未明に、橋本は、 不議会議長に10月31日付での辞職願いを提出して大阪府知事の座から退くことを表明した。これにより人気満了に伴う大阪市長選挙と橋本の辞職に伴う大阪府知事選挙が同年11月27日に同日選として実施されることになった。府知事選をめぐっては当初維新は 元計算官僚の小賀茂ゲキやニュースキャスターの新坊、次郎に立候補を打診したが、両者とも誇示したため、10月23日に、松井は、橋本と共同で会見を行い、橋本が、大阪市長選挙に立候補して、松井が、橋本の後継として、大阪府知事選挙に立候補することを発表。それに伴い、大阪維新の会大阪府議会議員団幹事長を、 退任した。11月10日に大阪維新の会公認候補として立候補を届け出た。それに伴い大阪府議会議員を自動失職した。11月27日の投開票の結果、前池田市長の倉田香らを破り初当選。翌日、選挙管理委員会による当選の告示があり、第18代大阪府知事に就任した。大阪府知事としては、 初の大阪府議会議員出身者であり、また、大阪府出身の人物が、知事に就任するのは、岸正以来となる。2012年には、国政政党日本維新の会に参加して、幹事長に就任。2014年に維新と祝いう愛の党が合併してできた、維新の党でも引き続き幹事長に就任。同年末、大阪都構想の実現を呼び、 統一地方選挙に専念するために、橋本徹の代表辞任とともに、松井も維新の党の幹事長を辞任。橋本が党最高顧問、松井が党顧問に就いた。大阪市特別区設置住民投票実施後の2015年5月20日、知事の任期満了まで、大阪維新の会幹事長と維新の党顧問の役職を続けることが決定した。 2015年8月27日、維新の党からの離党を、橋本徹と共に表明。その後国政政党大阪維新の会を決闘。2015年9月26日、大阪維新の会は、同年11月実施の大阪府知事選挙に、松井を擁立することを正式に決定。松井は、再選を目指し出馬することとなった。 10月1日、直期知事選挙への立候補を正式に表明した。11月22日、202万5387票を獲得し、元大阪府議会議員の栗原孝子、元大阪府立高校教諭の三間幸則を破り、再選された。2015年12月12日、大阪維新の会を呼び、大阪維新の会の代表に就任。 2017年、2025日本万国博覧会、誘致委員会会長代行に就任。2019年3月8日、大阪都構想住民投票の実施をめぐる、公明党との協議決裂を受け、3月20日付で、府知事を辞職する、胸の辞職願いを提出し、今まさに都構想が潰されかけている。過去の二重行政に戻さないために、 都構想への支持をもう一度判断してほしいと述べ、統一地方選挙に行われる大阪市長選挙に松井が大阪府知事選挙に大阪市長の吉村博文が出馬することを表明した。議会が辞職願いを不同意としたため、3月24日の市長選告示日に府知事を自動失職した。府知事としての在任期間は2期約7年4ヶ月であった。 また、1999年以来20年ぶりに、統一地方選挙の日程で、大阪府知事選挙が行われることとなった。2019年4月7日執行の大阪市長選挙では、対立候補の柳本健に勝利し、第21代大阪市長に当選を果たした。大阪府知事経験者が、大阪市長に就任するのは、橋本徹に次いで二人目である。 また、民間企業での勤務経験がある者が、大阪市長に就任するのは、平松国夫以来となる。2020年9月23日、維新の党勢でもある、大阪都構想の是非を問う二度目の住民投票の実施が確定したことを受け記者会見を行い、住民投票で否決された場合は、大阪市長としての任期が満了する2023年4月。 限りで正解を引退する意向を示した。11月1日に住民投票の投開票が行われ、反対多数が確実となったことを受け、同日に正式に市長任期満了後に引退する意向を示し、5日には大阪維新の会の代表についても辞任を表明した。国政政党、日本維新の会の代表職については、 大阪維新とは分けて考えたいと述べ当面は続ける意向を示した。2021年10月31日、翌年1月の人気満了をもって、日本維新の会の代表を退任する意向を示した。しかし、11月27日に開かれた臨時党大会での投票の結果、代表選は実施せず、松井が代表を続投することが決まった。 2014年には、2025年万国博覧会の大阪招致構想を検討することを表明した。大阪高速鉄道が運営する大阪モノレール本線の延伸を求める市民約26万人の要望を受け、整備を前向きに検討する考えを表明。東大阪市は難色を示していたが、松井との会談を経て大阪モノレールの延伸に合意した。 これにより、大阪モノレールは、4駅が新設され、JR 線や大阪市高速電気軌道、近鉄線と乗り換えができるようになる。松井は、東大阪や奈良から、伊丹空港への利便性が高まり、府民全体の利益になると述べた。大阪府知事就任後、不正与党の大阪維新の会が議会で多数を占めていたこともあり、職員基本条例などの条例を可決。 成立させた。2015年6月17日、政令指定都市である大阪、堺漁師と府の事業調整を図るため、政令市連携室を設置することを表明。7月1日に予定通り設置した。2020年4月14日、松井は、新型コロナウイルス感染症に対応する大阪府内の医療現場で、防護服が不足していると訴え、 使用していない雨がっぱがあれば、ぜひ、大阪府、市に連絡してほしいと提供を呼びかけた。この結果、4日間で、約36万着が集まり、市職員が大量の段ボールなどで持ち運ばれた雨がっぱを、サイズや形ごとに仕分け、5月11日には希望する、医療機関への配布が開始された。しかし、その後の情報公開請求により、 ふも、同時期にダイソーなどに発注しており、松井が会見する前の4月9日時点で、約21万着を、約2000万円で購入するめどが立っていたことや、防護服と違い滅菌処理などされていないことから、医療機関に渡ったのは一部で、寄せられた雨がっぱの多くは介護施設や学校などに配布されたこと。 府が購入した21万着のうち20万着は2021年4月時点でも使われずに保管されていることなどが報じられた。2021年4月19日、松井は政府の緊急事態宣言が発令された場合、大阪市立の小学校と中学校を原則オンライン授業に切り替える意向を示した。 21日には午前中は自宅でオンライン学習をし、その後投稿し、給食を食べたい面授業を受けるとする運営方法を発表した。健康状態の確認や給食の提供のためには多くの子どもたちが投稿する必要があると判断したため、原則オンライン授業と述べていた方針から修正する形となったが、一部の校長からは授業中より、 給食時の方が感染リスクが高いのではないかとの異論も出た。緊急事態宣言発令後最初の平日となった4月26日からは、私立本田小学校などが自宅でのオンライン学習を始めたが、ICT の導入状況は学校によって差があり、初日から動画が見られないとの声が相次いだため4月末には対面授業を再開した。 学校やオンライン授業が行えず、プリントによる復習で対応した学校も出た。5月17日に、松井は、子供の感染者が減っているとして、同月24日から、通常の対面授業を再開すると表明した。土17日、支流木川南小学校の校長が、オンライン授業の要請について、学校現場は、 混乱を極めたと訴える内容の提言書を松井と、市教育長は手に実名で送り、提言書には通信環境の整備など十分に練られることないままばあたり的な計画で進められ、保護者や児童生徒に大きな負担がかかっているなどと記されていたほか、全国学力調査や教員評価制度などにも触れ、子供が過度な競争にさらされ教師は疲弊していると訴えた。 これに対し松井は20日、我々は子供の命を守るのを最優先としてオンラインを活用したと反論した上で校長だけど現場がわかってない。社会人として外に出たことはあるんかなと思いますね。ルールに従えないなら組織を出るべきだと思う。疲弊してやりがいが見つけられないにあったら違う仕事を見つけたらいいと発言。 これらの動きに対し文部科学大臣の萩生田光一は21日自治体の判断を尊重するただオンラインで子どもたちが納得する授業が十分できなかったという実態があればしっかりフォローしてほしい現場の先生が主張に意見をおっしゃることは決して悪いことだと思いませんただ大阪市は考えた上での結果だと思う やってみて不具合があったという報告だとすれば、耳を傾けて改善したらどうですかねと述べし側に対応を促した。松井は、同日、萩生田の発言を受けて改善点があれば、日々改善していくのは当然のことと述べた上で、教育振興基本計画と違う形で学校運営するとあれば、ルール違反。やめてもらわなと述べ、改めて校長を批判した。 松井は6月2日には、一般的に違うというところについては否定しただけで、彼を処分するなんて一言も言っておりませんとも話していたが、8月20日、市教育委員会は、他校の状況等を侵酌することなく、独自の意見に基づき、本市の学校現場全体で、お粗末な状況が露呈し、混乱を極め、子供の安心。 安全が保障されない状況を作り出していると断じたとして校長を文書訓告とした。一方で自民主義団が8月に市内の全市立小中学校を対象に行ったアンケートでは市の方針を受けてオンライン学習を実施したのは85.3%に上ったがそのほとんどで 通信環境などの問題が生じ、オンライン学習を十分に指導できたと答えた、学校は20.5%にとどまった。学習効果が不十分だった、なかったと答えた割合は6割を超え、教育現場から厳しい意見が相次いだ。また、大阪市は4月と5月のオンライン授業は、回線が落ちるなどのトラブルがあったため、10月から、 海戦強化の工事を順次行うとしていたが、新学期の開始には間に合わなかった。北朝鮮による弾道ミサイル発射を受け、松井は、我が国に対する安全保障上の重大な脅威であり、許しがたい暴挙である。また、明白な国連安全保障理事会決議違反であり、我が国のみならず、国際社会の平和と安全を脅かす行為で、断じて許せないものである。 と北朝鮮を厳しく批判。金正恩宛ての抗議文を送付することを発表した。また、国際社会による封じ込めを提言した。慰安婦の強制連行問題について、朝日新聞がいわゆる吉田証言を元にした記事を、誤報だと認めたことを受け、強制連行の証拠がないと分かった。間違った。教科書で知識を得ることはマイナスだと指摘。 日本史の教科書の慰安婦に関する記述について、慰安婦の強制連行を前提にした授業を行わないよう、すべての不立高校に通知を出すことを決定した。ありがとうございます。